はい、動画をご覧いただきましてありがとうございます。鈴木和人です。マタニティ整体の、同意書の文言とカウンセリングの方法ですね。マタニティ整体、妊婦さんを施術するときに、必要な、聞くことですね、についてご紹介したいと思います。これさえできれば、しっかりとリスクを回避することができますので、ぜひやってみてください。まず一つ目ですね、医師からの禁止事項。これはそうなんですけど、特別何かある場合は、やめといてください。例えば全治胎盤とかで絶対安静って言われてるのに、来てるとか、多分いないと思うんですよ。病院で絶対もう安静しなきゃいけないっていうのを抜け出してきたりするって方はいないと思います。今まで私もなかったんですけど、あっても逆子とかそういう感じですね。禁止事項ではないんですけど、施術を受けてもいいか、またお医者さんからこうやめ絶対にやってはいけないということがあるかどうか、必ずこれは聞いてください。おそらくないとは思うんですね、もう来ている時点で。ただ電話の段階とかでもちょっと聞かれる可能性、電話の問い合わせの時に、言われる時がで来るかもしれませんので、必ず医師からの禁止事項ですねを聞いてください。でもう一つですね、これ一番重要なんですけど、これですね、流産ですね。流産や染色体異常は、施術と関係ないことを理解しているかどうか、これは必ず、書面に出して文言でも口からでも必ず言ってください。流産や染色体異常、ダウン症とか、そういうものですねは施術と関係ないことを理解しているのか、もし流産や、染色体異常ですね、そういうもの、そういうふうになってきて、あの時整体を受けたからかもしれないっていうふうに後々絶対思う時があるんですね。でその時に何かこう言われたりとかするんですね。今まで私もないですし、他の先生からも聞いたことないんですけど、やっぱりこのリスクですね、必ず聞いてください。施術を受けることに対して関して、流産ですね、それは関係ないことは理解していますかというふうに必ず聞いてください。で当院は、優しい刺激でできるだけこうしていきますので、体に負担ないようにしますというふうにも言っておいてあげるととても親切です。なのでこのことをまず理解しているかどうかを確認していただく。でもう一つはですね、家族に整体を受ける理解があるかどうか、例えばこれ、私も経験ないんですけど、旦那さんがあまりこういう整体とかそういうのになんかあまりいいイメージを持ってない方、あとは家族とかですね、お母さんとかお父さん、そういう方が、一回その黙ってきて、なんかそういうのやっちゃダメだよみたいな感じ言ったりとか、あと、もしこれが同意なくてこういう感じになった時に、奥さんは大丈夫なんだけど、ちょっと旦那さんとか、あとは家族の方ですね、もし言われる可能性ありますので、理解はあるかどうか、これも聞いていただくといいですね。もしちょっとこう黙ってきてるっていうような場合には、一度ちょっと受けていただいて、それでちょっと家族に相談してから来ていただくといいと思いますっていうふうに言ってあげるといいです。でもし心配であれば一回ちょっとこう連絡取っていただくっていう可能性もありますし、もし何か言えない事情があるのであれば、それはそれで大丈夫だと思います。こちらの方だけ理解していただければとりあえずは大丈夫です。ただこっちもやっていくと、ベターかなっていうところです。最後、しっかりと通っていただくことができるかどうか、途中でやめてしまうと、こちらはプログラムでしっかりとこう組んでいって体がこう改善するように、していますので、途中でやめてしまうとやっぱりもったいないので、しっかりと通っていただく時間があるかどうか、これは一回施術受けてからとか、そういうことでもいいと思いますので、重要なところはここですね。流産や染色体異常は施術と関係ないっていうことを理解しているかどうか、これをしっかりと、聞いてください。これを飛ばしてしまうと後々すごくまずい事態になったりとか、これ説明することもしっかりとインフォームドコンセントなので、施術者の役目です。なのでこれをしっかりと説明して、相手の安心感ですね、妊婦さんの安心につなげてください。ではまた何か質問ございましたらよろしくお願いします。失礼いたします。